今日はあやとコーチとかコーチでもやってみてください。股関節から振れるようにトラップするときはこのメインの角度をちょっと右にずらすように。足は完璧だね。1回ラスト OK、 3回よし OK。こっち行くよって見せかけてこっち行くとか。そう OK。 今のインクローズだって分かる。ちょっと前の方コーチが好きなのはここら辺真ん中よりちょっと左下からOK。 惜しい。もう一回続けろ。 OK。 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 相手のとこ見つけた。ナイス。ナイスストップ、ナイスストップ。やばい。よし、いや、小学校の2年生の時に中村俊介選手知ってる？そう、あの中村俊介、そう、ジュビリーね。で、中村俊介選手に憧れたの。ずっと左足で練習してた。そしたら、今は左の方が上手くなっちゃって、シュートとかも右よりも左の方が入ったりとかして、で右はね、とっても上手で、コーチとかよりも全然上手だったんだけど、ただもっと左足を使えるようになったらすごく怖い練習だったりとか、もっともっと上達していくと思うから、両足蹴れるようになるともっともっと上手くなるし、いい選手になると思うから、これで終わります。ありがとうございました。少年団の試合の時に生かしたい。ドリブルの時、突破のところが面白い。